前回までのアンティルドーン。誰だろう、こんなのあんまりだ。何をしたってんだ。どういうこと。殺人鬼がいて。嘘でしょ、早く逃げないと。もう何が起きてんだよ。殺人鬼がいて。こんなのおかしいよ、助けを呼びに行こう。誰、誰なの。やあサマンサ、お探しかね。他のみんなを探した方が。マイクとジェスはお楽しみ中だし、サムは行方不明。少なくともロッジにはいる。ごちゃごちゃ言ってないで行くわよ。見ろよ、通信塔だ。マット、今の何。知るかよ。はい、ということで本日もアンティルドーン、お願いいたしますね。やっていきましょうか。まあそうですね、あらすじはもう流れてるんですもんね。今流れ終わりまして、まあね、まあサムがどうなったかですかね。プシッてやられてましたね。あとはエミリーとマット、はい、気になるところでございます。でもあのプシッてやられて、ペッてやったら、何すんのよ。ヘリウムガスじゃないです、絶対びっくりしたってなって、もういたずらはいい。女子が出てきてあ、なんだ全部お話だったんだな。ハッピーエンド、いいです、一番いいですよ、はい、ということで続けていきましょうか。お願いします。はい、そうだ、シカゴータン、これどうするの。まあでも斧持ってますからね。あ、いやでも、うわ急に、落ち着け男らしさ。いや落ち着かないよ。落ち着けよ、落ち着け。もしかた俺たちを見に来ただけさ。そんなことないよマット、恐れよ。動かせる、動かせたとて。え、あ、あ、本当だ、ほらほら、どけてくる。よかったよかった、危ねえ。まだ行くの、頼む、何もしないでくれ、何もしないでね、ついてこいよエミリー。エミリーどうするこれ。おお、綺麗。お、ちょっと、あ、やべ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 、ほら、ゆっくり歩けたのかな。結構本気点になりました。何もしないという。そうか、攻撃しちゃ危なかったですね。逆に良かったかもな。嫌でしたおお、良かった良かった、良かった良かった、逆に良かった。崖の上、はい、まあ、次はエミリー動かす。違います、エミリーです。エミリーになりました、うん、エミリーを、これあの、あ、びっくりした。もう慣れてきたよ、お前らには。本当にさ、いやそんな驚かす気なかったっすよ。もし無線で誰かと連絡がついたら救助を要請しましょう。待ってる間はどうする。ロッジに戻ってみんなを集めよう。ああ、嫌だ、ロッジは嫌。ここにいるべきだよ。誰かが私たちに接触してくるかもしれないし、まあね、まずは無線機を使ってみよう。そうだね、とにかく無線機で連絡が取れるのかってとこですね。おお、来た来た来た、ありましたね、無線機あるのか。あ、そうだ、あ、眩しすぎるだな、ここももう操作されてる。見えないよ、何なのあれ。ただの常夜灯だ、センサーで作動したのかも。そういうこと、本当、センサー、どこにセンサーがあるんだよ、こんなとこに。そういう家ありますよね、近くとか。 あるあるある。大丈夫かな、いるんじゃないの。ただまあサムのとこに行ってる可能性もあるから、一人ならば何人いるかもわからない敵は。そうですね、うん、ここにももういるかもしれない。今マイクってどういう状況でしたっけ。マイクはドーンって爆発して、あ、そうだ、爆発して、うん、うわ、こんなとこ来て何人になるの。でもはしごがありますね、はいはいはい、登んだ、ここ電気が。ちょっとここコマンドっぽいな。集中してつるんできそう。マット何してんだ、マット来ないの。マットはまだ登る。じゃあ
びっくりしてる。あ、うわ、びっくりした。いやでも今のマットだよね。マットです。え、怖い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 。何今の、何今の顔。でも斧を置いてきちゃったら守れるのっていうとこですよね。斧置いてきちゃったね。うわー、こんなとこで無線なんか使えんのかよ。ね、なんで急に風が強くなるわけ。それはしょうがねえだろ。それはマットに言わないで。だいたい高いとこでそういうもんだから。ずっと強いしね、その吹雪みたいに。うわー、斧置いてきちゃったよ。屋内、そろそろ屋内っぽいか。あるね。上押す。来ました。上に来いと。お、なんか入りましたね、部屋に。はい、大丈夫。なんかこの怖いな、アングルも。はい、無事に。ラジオみたいなのが光ってますね。光ってますね。まずこれ、アルニー頼む。あー、無理か、無理か。最高、つかない。最高、きっとこの辺にスイッチか何かがあるはずだわ。スイッチ探そう。なんかね、ラジオみたいなのもありました。こっちプリンター、なんなんですかね。プリンターかな。でも電気がなきゃ、電気をなきゃ。ブレーカー的な、あ、ロッカーみたいなの光ってますね。うわー、怖い。何が入ってるの。怖いなぁ。何でしょう。ハンナだ。そうな、ハンナ見つからなくて。今夜のことで二人がいなくなった理由が分かってきた。なるほど、失踪。なるほどね、探してると。あとな、あ、このドアか。他にも部屋がある。はい、ドア。はい。大丈夫かな。うわ、外。外だね。行くしかない。行くしかない。なんかブレーカー、これか。ありました、ブレーカーみたいなやつ。フューズボックス。バチンってなるなよ。で、消そう。頼むよ。いた。お、いた。これ何？嫌なアングル。とにかくあのラジオのとこ、こっち。着いた。応答願う。無線拾ってますね。でもやってんじゃない。これ。もしもし、レンジャー、誰かいますね。そこにいるなら何か言ってください。助けがいるんです。どうぞどうぞ。あ、もう、え、もしもし。あ、よかったよかった、助けがいるんです。お願い。怖い。我々と接触を図っていますが、こちらブラックウッド軍のパークレンジャーです。声が届いてない。信号がうまくキャッチできてません。ゆっくりはっきり話してください。どうぞ。お願いお願い、助けて。ブラックウッドさんに閉じ込められていて、殺人鬼がいて。聞こえますか。もう一度繰り返してください。声が届かない。うまく聞き取れませんでした。誰か助けて、お願い。落ち着いて。もしもし、マットじゃダメだ。名前だけでも教えてください。どうぞ。いや、従うよね、さすがに。うん。あ、ゆっくり行きましょうよ。私の名前はエミリー。もしもし、聞こえてくれ。あまりよく聞こえません。繰り返して、どうぞ。聞こえてないのか。とにかく助けて。ヘルプミーヘルプミーってことですよね。説明してる場合じゃないのか。行きますか。催促しましょう。催促しますか。うん、行きますよ。催促する。お願
願いだから助けて。早く助けに来ないと私たちみんな死んじゃう。殺人鬼がいるんだってば。伝わるのか。お何かがセンサーに引っかかった。多分鹿かな。聞こえてますよ。今いる場所を離れないでください。聞こえてた。天候が回復し次第すぐに送ります。間に合わない間に合わない。天候が回復次第。あと8時間ぐらいって書いてたよね。6時間。やばいやばい。やばいやばいやばい。嘘でしょ。奴がいる。私の方に来る。やばい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 。え、なに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 。デンジャー。何切られたの。おおお、ワイヤーですよ。もうだからこれ。うわわわわわ。ああ、もう待った。どうなってるの。ああ、これは怖い。うわうわわわ。これついて。やばい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 。何なのもう。うわ。何？ロッチャー、やめて、やめて。そう。画面に水が。あの三角は何だったんですか。いやでもあれ避けなかったらバーンでしょ。あれ壊したんですか。まだ生きてる。いやそれは分かんないです。エミリーは。エミリーは。エミリー今から答えてよ。マット、マット、マットが今から。エミリーは生きてんの。マットが今から。生きてんの。落ち着いて。助けて。もうエミリー助けて。一番嫌いって言ってなかった。千葉さんが。ほら大丈夫。コマンドコマンドコマンド。待って待ってろ。今行く。エミリー、ここはかなり不安定だ。マット、今すぐ何とかしてよ。早く。こういう時ぐらい静かにしろ。何ぐずぐずしてるの。考えてるんだ。少し待ってくれ。いいからさっさと私のこと助けてってば。いや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 、そんな今さらね。いやいや、言わないですね。君は動揺してるんだ。大丈夫だから。あ、もう黙ってよ。もう俺に怒鳴るのはやめて集中させてくれよ。いいか。そっちこそやめてよ。どうして何でもかんでも口答えするの。もういいな。この後に呼んで。いやもうでも助けましょう。後味悪いのは嫌です。そうだな、はい、君のところまで行って引っ張り上げてやるよ。ねえ早く、このバカみたいな塔から下ろしてくれる。お願いマット、もう何とかして。やばいやばい。うわぁ、うわぁ、エミリー。エミリー、優しい男だな。マットは。ダメか。そんな、マット、崩れるぞ。あぁ、あぁ、もう無理か、もう無理か。エミリー。もうここでエミリーに行く。エミリー、いやまあどの道か。頑張った、頑張ったな。しょうがない。切り替えた。あれも無理だもん。どうなってんのここ。しょうがないエミリーは。エミリー。
いいやつだな、マットは。無理？だってもう手前に来れないってことですもんね。いや、奥にしか行けないね。どこに繋がってんのこれ。うわっ、何、なんか落ちたよ。落ちましたね。おお、よせ、離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 せ、映画館のとこまで行くしかないっすね。おい、何？クリス聞いて。とにかく矢印に向かって。ナヤでのことだけど、すごく辛かったでしょ。親友だったし。アシュリー、やめろ。私はただ助けてくれてありがとう。うわー、待ったー。そんなの当たり前だろ。だって君を危険な目に遭わせるなんて。かわいそう。できない。マット。マットかわいそう。でもあのまま助けてても同じことになってたのか。うん。二人で助けれたのか。クリスって。女子と仲良かったでしょ。いやー、そうね。今はサムを探す。でもだってね、アシリー、もうやめてくれ。さっきのことは考えたくないんだ、うん、クリス、サムを探すんだ。サムを探そう。まだ生きてるかもしれない。ここでね、いなくなりましたよ、サム。ここは逃げたのか。そうだね。そうだ、こっちに逃げたんだ。おお、これのこれちょいちょい起きる心霊現象みたいな、何なんだろうな。でもコントロールできるんじゃないですか、この部屋。なるほどね。開けたり閉めたり。もうわけわかんないよ。もう操作されてんのか。わかんないですね。これはもう無理だから。アシュリーを今動かしてる。アシュリーを動かしてる。怖い怖い怖い。行くべきなの？行くべきだよね。行くしかないもんね。いや、ちょっと怖い怖い。あ、何？女の子が歩いてた今。ちょっと待って。ね、今の見た。ああ。見たって何を。あれだって、クリス、あれ。なんだよ、あれって。いたよね。なんか透明な何か、幽霊みたいな。はいはい。本当だってば。いたよ。見たよ。ね、私が見ただけじゃダメなわけ。俺も見た、俺も見た。僕らはひどい目にあった。いい。まあね。君も僕も、まあまあ、頭がパンクしてる。もう、してる。何が現実かわからないんだ。それはそうかも。見たもんな。いや、でも見ても言っても無駄。納得しましょう。はい、うん、そうね。ここはね、納得しよう。わかんない、わかんないけど、うん、私何か見たの、うん、クリス、うん、心配するなって。君は、いや僕も、うん、今頭がどうかしてるんだ、ね、落ち着いて、一回落ち着いて、うん、冷静に考えよう。冷静に、本当にそれが一番大事、うん、クリス、うん、とりあえず落ち着こうか。もうなんだかわけがわからないよ、うん。ほら、サムがいるとしたらここしかないだろ。ね、このドア怖いね。ね、サムがトラブってたら助けてあげないと。そんな。行こうって。もう。これあれ？殺人鬼何人いんの、マジで。ねえ。一人じゃないだろう、もうさすがに。結構シフトをしっかり組んで。動いてきてますよね。そうだよね。スケジュールを1分刻みのやつ合わせて、これすごい。これボイラールームの方ですかね。ぽいね。うわ、あー、このマットね。あったね、ボイラー行くと。頼む、サム無事でいてくれ。ちょっと濡れてんだよ。おい、冗談だろ。もう一体どうなってるの。呪われた館なんだ。ぶつかったんだよな。ぶつかったんだろ。もういいよ、そのシンプル驚かし。わかんない、なんでいきなりホラーっぽくなるわけ。こっちのセリフだよ。キャンドルが
いきなりついた。確かにこれもなからくりがあるってことですか。幽霊なんかもう分かんないよ。いいの勝手にこっち行って。僕たちがここに何しに来たか忘れてない。あなただって。でもここあしサムが。そば通っていたの見たでしょ。幻覚かもしれないだろ。絶対にいたんだってば。ああそれは僕だって見たさ。無理。納屋で女子の身に起きたことをね。今はそのことで頭がいっぱいだよ。ああクリス。この右なんかトゲトゲみたいな。ワインなんじゃない？ワインか。サムのことさ、もし本当に怖い怖い。ねえ、ほら、ちょっと見える。見なかったの？いや。どうせ携帯見てたんでしょ、バカ。つぶやいてたの？幽霊に追いかけられてるなんて。アシリ、落ち着け。怖いものの盛り合わせがすごい。関係ない。何の幽霊だよ。そうだね。どうせ女子のことでパニックってるだけだろ。見てないからでしょ。はい、私見たの幽霊。あんなにそっくりだった。おいおい待てよ。なんだって。それがベスカーも。おいおいアシリ、高齢界からここまでついてきたっていうのかよ。そうかもしれないじゃん。なわけない。だって幽霊は絶対存在しないんだからね。ならあの時話しかけてきたの。後ろ怖いな。誰だって言うわけ。知るかよ。何？うん？なんなの？普通あんな風に落ちたりしないよね。落ちたりしないよね。俺が行くの？クリス先に行ってくれよ。クリスが行けよ。怖い怖い怖い。うわ！赤い。鍵？なんで？ほら。うわ！まただ。幽霊の一番ベタなポーズ。見えないなんて言わないでよね。あれはほらね。あれは見えてるんでしょ。ああいや僕はこんなの指差してたよ。クリス何か教えてくれてる。そうだよね。今クリスどこ行ったん。おいクリスさっきも怖い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 。あいた。あ縄ん何何幽霊は私にこれを見せたかったみたい。え、ね、なんで？ね、見てよクリス。怖い怖い怖い。窓から中が見える。何が？見るな。うちの家具。うん。全部。人形も何もかも。うん。カメラでなんか撮って。ほら、この鍵。幽霊が助けてくれてるんだって。おい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 待てって。これはどういうことだ。これって去年の。これはまんま僕たち だ。カメラ撮ってこうやって待ち伏せてたハンナを見て。恐ろしいほど正確に私の位置とかマットのあの部屋にいた誰かが作ったんだろ。それか私たちを見てた誰かがね。警告なのかも。それか僕たちをからかうために誰かが。違う。幽霊が教えてくれてるハンナとベスを殺したのは殺人鬼の仕業だって。その殺人鬼が僕たちを陥れようとしてるんだ。こんな手の込んだことまでして。怖い。僕たちみんなを狙ってるって言いたいんだろ。怖いよ。あ、なんか撮れますよ。あ、2013-14日記。ハンナの日記だ。あ、間違えた。ママがやっと許してくれた招待状。信じられない。マイクが来る今日は。はい。招待状も口当たり。いよいよパーティーもうほんと待ちきれない。今のところアシュリーとマットとサムも来るみたい。マイクからはまだ返事なしか。信じられない。マイクが来る。今日女子に電話があったみたい。やった。明日からパーティー。みんなでやめに行けるって超最高。暖炉に温かいお風呂に愛しのマイク。早くマイクと一緒に時を過ごしたいな。バカみたいだけど、どうしても彼のことが頭から離れられない。もう読めない。悲しすぎて。そんなことを思ってる子になんてひどいこと。そうね、見てられんの。何？向こうから聞こえた。ドアが開いたよ。あー、何クリス、なんで止まってる。言ってくれよ先に。あ、肝心なところで先に女性に貸すだなんて。まだわからない、まだわからない、やめて。
まだあかんぞ。いたよ。クリス、確実に。待って、痛い痛い痛い。肩がもう爆発ぐらい凝りました。何なんだよ、今の。余る。どんどん不気味になってくんだけど。もう。もう違えた。合ってる。あ、でもまだ見れるものが。ねえ、これを見て。グリーンプロフェッショナル。周りのものよりずっと新しい。カタログ、しかも業務用の電球、意味わかんない。開けないな。ハサミがあるね。開けた。めくれる。見て、あ、プロジェクター。強力なやつだ。ハサミ、何？バタフライエフェクト。何？やばいよ。何？何これ？クリスはいない。怖い。クリス向いてた先に。向こうに別の部屋があるぞ。サムは？でかいな。クリス、あんまり気が進まないんだけど。うん。怖い。私たち、一体どこよ？どこ？怖い。おい、嘘だろ。ちゃんとこない。いや、やめてやめて。いや、知ってるわけないだろ。これじゃまるで違う施設だ。やめてって。だからそれやめろ、それ。怖いから頼むって。怖い。サムは？マル、もうこれ以上耐えられない。うん、そうだね。僕も限界だ。去年の出来事をただ忘れたかっただけなのに。正直言ってハンナも軽率だった。おい、お、人のせいにし始めた、急に。でも誰かに一度夢中になっちゃう。怖い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 。じゃあつまり結果から言うと、僕たちが最悪な目に遭わせたもんだからハンナは逃げて行方不明になっちゃったってわけ。もうおかしくなってんだな。でもやっぱでもおかしくなって、頭が否定する、同情する。私たちはハンナをバカにした。冷静な僕からしたらそう思いましたけどね。同情するだよね。冷静に行こう、あくまでも。誰だってあんなことされたら逃げるでしょ、うん、笑い物なんかになるくらいなら。そうだよ。僕はなったことがない。知らないだけ。え？クリス、ハンナを晒し者にしたんだよ、うん、みんなの前で、好きな人の前で。それ以上最悪なことってないでしょ、うん、そりゃそうよ。怖いなあ。あ、なんか変な音。なんか、何？出てますね、丸は。なんかあるね。何ですか？お、あ、ゴームだ。え、何これ？それはサムのブレスレット。あ、絶対外さないのに。サム、ここまで連れてこられた。じゃあ、いるな、近くに。今すぐに。怖い。生きててくれ、サム。生きててくれよ。なんで止まんだよ、お前はよ。怖かったんだ。無理。おい、いや、もう十分。もう十分。進むなんて私絶対に嫌だからね。サムがいるんだよ。気持ちはよくわかるよ。僕だって怖いんだから、うん、でも下にサムが殺人鬼といたとしたら立ち去るっての？見殺しにすることになるんだよ。もうでも行くしかない。行くしかないんだよな。勇気を見せる。アシュリー、来いよ。いつも正しいこと言うんだよね。そんなことないよ。だって、うん、正しいことは正しい。だけど本当は行きたくないし。ダメ、サムを見つけなきゃ。行きましょう、うん、もうそう、サム、とりあえずサムがどうなってるか、それだけが今、うん、怖いけどね。まだ地下がある。でも俺はさっきから助ける方ばっか選んでさ、本当それが良くなかったりもするんだろうな。なるほどね。本当はでも難しいよな、うん。なんか光ってるね、上ね。クリス、すごく変な考えかもしれないけど、
何が？辻褄が合わないの。ん？何がさ？全部だよ。ほら、殺人鬼に、ここで起きてるおかしなことも、でも何か見落としてるはず、すべてを。なるほど。つなげる何か。うん、わかるけど、でもそれ知りようがないじゃん。なんだろうね。丸は今の喋るやつ。こっちですよね。うわ。うわ、何？マッチだ。何これ？え、危なくない？これ行かない方がいいかな？これ。ほら。これでも何ですか？危なくない？変なスイッチ爆発するんじゃないのこれ。スルーできるならしようか。だってバーンってなったらどうすんのよ。配線じゃないですかこれ。ほんと？頼むよ。あ、バッテリー、TV ライト。ほら。なるほど。だけか。なるほど。テレビとライトがベンってついたってことか？あ、だから操作してたさ、あれじゃないの？モニターとか、あいつが、殺人鬼が。だからこの時間に電気ベンってつけてとか、この時間にライトベンってつけてっていうのは、あのタイマーでやってたってことでしょ？まあ、タイマーとかあれで電力でしょ？タイマーがあったじゃないですか。あった。うわぁ、何この部屋。うわぁ、うわ、あったね、あのノコギリみたいなやつね。あの女子をやったやつ。ノコギリというあれ、ね、チェーンソー長つですかね、草刈りの止まる押せるやつ。これって、うわ、うわ、なんであのバツしてんだろう、クリス。マイク、あれマイク？なんだよ、あ、マイクだ。暗殺リストか。マジかよ。ああ。あった。やめてくれ。お、映写機みたいなない？どうだ。怖い。いや、怖いな。これ押したくないな。おい、信じられない、本当にこんなことやっちゃうなんて。あれは1年前の。これはちょっとやりすぎだと思う。いいじゃん、自業自得。バカな、いたずら。1年前の映像。ああ、見ててちょっと不愉快だな。来た来た。これ見るのは初めて。わい、ハンナすごく。すごく何？興奮してた。ハンナよ。それに生きてた。興奮してた。何も知らずにね。いいじゃん。私ってば。見てあれ。へえ。君は進んで参加してたんだ。ここで何してるの？後悔してますよ、そりゃ。ひどすぎる。最悪の気分。ここまでなるとはみんな思ってないですけどね。まあね。そこが最悪なんじゃない。ただのいたずらだったのに、面白いはずだったの。ああ。もう二度と見たくない。まあね、確かにね。怖い怖い。マイク、クリス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 、一体どうなってんの。おい、アシュリー、なあ落ち着くんだ。もう無理。幽霊にビデオに物がそこら中飛び回ったり。落ち着いて、もう何なの。僕の言うこと聞けって。どうして落ち着かなきゃいけないの。超パニックってるのか分からないの。誰かが僕たちをからかってるんだって。考えろよ、幽霊がカメラ使うわけないだろ、まあね、バカバカしい。じゃあ誰の仕業なわけ、マジでねえってば。さあね、考えられるとしたら君を縛ってジョッシュを殺したやつ。そうだな。うん、確かに。そいつがサムの居場所も知ってるはず。そうだといいけど。ああ、レバーだな。そうだね。いいよ、冷静な判断。なんもないのかな、なんもないか。出たい。サムは。サム。怖いな。サムのブレスレットあった。サムは近くにいる。どんどん行くね。どんどん行くね。怖いよ。何かある。サム生きててよ。うわ、くそ。これを見て。ええー。
サムのかも。開けられるか試してみる。開いたけど、くそ、めちゃくちゃ重い。気をつけて。通るなら今のうちだ。あんまり長くは。早く。クリス。通って。向こうにサムがいた。本当にいたのか。わからないけど、確かめようよ。いや、誰かが怪我しているのだけは間違いないな。手遅れになる前に行こう。大丈夫？うわ。どっち？クリスについていきましょう。本当？はい。一人ずつなるのが一番怖い。ああ、やれやれ。おお、潰されるかと思ったよ。行こう。ミスったんじゃない？でもあっち行ってやられてたかもしれないじゃないですか、さっきのやつに。何これ？意味わかんない。こんなに寒いのにもっと冷やしたいなんてありえない。やつが何考えてるか全くわからない。もうなんかいたよ、ここに。こいつここだよね。音がいるのか？待って。え？これってサムの。ああ、これはサムの服だ。本当。いや、本当気味悪い。殺人鬼はここにいたってことか。あ、サムではないのか。はい、あのお風呂で取られた洋服か。どうしてこれがここに？気持ち悪い。苦労しない。サムがいたって言ってたよね。でもなんかサムじゃないっぽかったけどね。サム？え？ああ。何をされているんだサム？サム！あ、クリス。あ、そんな。もう怖い。おい。サム？ええー。いや、彼女は絶対死んでない。なんでわかる？まだ息がある。じゃあ、どうしてこんなことに？気を失ってる。ああ、もうやだやだやだ。やばいよ、やばいって。サムは運び出さなきゃ。あ、やば。ダメ、離れて。もうダメだ。近づかないで。ハサミが効いてる。そんなことではダメだ。学習しろ。うわ、学習するんだ。学習するんだ。ああ、頭がぼっとする。うわうわうわ、怖い。なんなんだよ、アシリー。うわ、アシリー。何をされたんだ？殴られた。くそ、奴を見つけたらぶっ殺してやる。何これ。奴だ。ねえクリス、こいつがジョッシュを殺したの。何なの。いや、この人殺し野郎。クリス、怪物め。私たち絶対殺される。私まだ死にたくない。誰も死んだりしないって。銃を待って、上に。こんなのフェアじゃない。いいなよ。もう遅いよ。今さら言ってどうするか。いいから、ほら言って。いつも曖昧にしてたけど、でもそれも全部無駄になっちゃうんだよ。無駄になんかならない。どういうこと。君と一緒にいられたことが僕にとっての一番の幸せだった。ここで言うんだ。何言ってるのクリス。ごめん、もっと早く伝えてれば。こんなことに。クリス、アシリ、ここから出られたら。ああ、そんな。いやー、助けて。絶対助けて。死なせてたまるか。ああ、やあ、かわいいモルモットの諸君。もう疲れるよ。大丈夫さ。もう疲れる。ああ、怖いかい、アシリ。お楽しみはこれからだ。今日すでにクリスは一つ運命の選択をした。そして今新たな決断をする。クリス、目の前にある銃を取ってアシュリーを撃ち殺すから自分を撃ち捕まえ、残った方が生き延びる。選ぶのは君だ。仲は良すんだクリス。
やめて。ダメだよクリス、私を撃って。さっきは私を助けたでしょ。くそ、今度は私にクリスを助けさせてちょうだい。うわ、これが私の最後のお願いだから。やだ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 、クリスお願い。うわぁ、ダメ。うわ、時間が時間が、もう撃つよ、もうじクリスで撃つよ。ねえ、足に落ちたくないから。君は行き過ぎたのだよ。わからないのかね。え、君のこの拷問まがいの行為が行き過ぎだと言ってるんだ。他人の人生を神のように操る権利など君にはない。君は特別ではないんだよ。あれ、刺されたね。あとはある。すごいな、これは。君はおかしい。手に負えないほどだ。あの子たちに一体何をしたんだ。一体何をしたというんだ、このバカな愚か者。でもまだどうなってるんだい。ねえ、ちょっとみんな。ああ、おい、いやいや、これちょっとしっといな。そんな、クリス、選ぶのは君だ。もしもし、よかった、助けがいるんです。お願い。ああ、これもうどうしようもないしな。エミリー、優しかったよ、マットは。殺されちゃう。殺せ。どうだ、お久しぶりです、マイク。くそ、マイクはまだ生きてるんだね。生きてるね、これ感じね。ああ、なるほど。ということで、いやー、もうちょっとね、疲れた。ちょっとカロリーがやばいね。これはちょっと夢に出てくるな。怖いな、今日多分もう大島さんと僕とでもうこう椅子座って、おい、迷いゼロでお前は俺を殺したっていう夢じゃないですか。夢をね、はい、なるかもしれない。ちょっとこれどうなるんですか。まだまあサムが生きてる、ね、ジェスも分かんないという、はい、まだ分かんないことだらけですけども、まあ、終盤にね向かっていってるんでしょうか。ということで本日は以上になりますかね。はい、高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございました。また明日も見てね。バイバイ。